それまでその厚木と私はたくさん今までいろんな同じバンド組んできてて結構一緒にしてたんですけど、南さんとやるのは全然初めてで、南さんがやらないって言ってくれて、で組むことになりましたあのギターがめちゃくちゃ下手くそでボーカルの需要しかないみたいな私に私は一緒にできて本当にすごく嬉しくて本当に最後の最後まで全然上手くなれなくてごめんなさい次の OB 会までにはもっと練習しとくので帰ってきてくださいごめんなさい。のドラムをやらせていただいている片村夏希です、開成の皆さん、MEの皆さん、ご卒業ご終了おめでとうございます、このピーナッツのバンドは南さんに、3ピースのガールズバンドをやらないで誘っていただいてできたバンドなんですけど、すごい今まで何回も一緒にバンド練習とかライブに出て、このバンドの緩いけどすごい音楽に対するみんなの気持ちが熱くて、すごい曲を合わせてもしっかり合うところは合うし、雰囲気をすごいこのバンドに合った選曲をしてくださる先輩とかちいちゃんとかにすごく感謝して、楽しく今まで何回もできてとても良かったです。南さん本当に誘っていただいてありがとうございました。
ってくれたんですけど、同期に対する話あまり今まで話をしてこなかったので、今回はなんか話をする時間をどうぞって言ってくださったんですけど、同期の話はちょっと後で時間をくれるって言っているので、ちょっと今ここにいる皆さんに感謝を述べたいと思います。昨日こういったステージを出演してくださったり、タイムテーブルをくれくださったり、応援してくれた頑張りの方とか、元気の皆さんありがとうございました。忙しい中、今の中に来てくれている方々もありがとうございます。このバンドは、さっき言ったみたいに、飲み会の時に、スリーピースやりたいなって言って、やりましょうよって言って、嬉しいと思って組んでくれたやつなんですけど、さっき、ちらからボロボロでって言ったんですけど、1曲目は間違えたのは私で、何も悪くないくて、本当に、私しまって申し訳ないなと思ってるんですけど、いや、こんな、なんか、なんて言ったらいいんでしょう。なんか言おうと思ったら忘れちゃった。昨日、色紙を読んだんです、夜。陸上部じゃない、基本部の。色紙を読んだら、今までこうあやめとかもこみたいに何か仕事をしてきたわけでもないし、このなんてテイクイトールみたいになんか身を削って何かをできるわけでもないから、武器とか会話とかみたいな、なんか技術があるわけでもなく、ただいただけで、今日もすごいたくさん番組出させてもらって、すごい申し訳ない限りなんですけど、私はその中で何ができるかなと思って、何の役にも立ってないのに、ただいるしかできないと思って、でもよくよく考えてみたら、なんかもうただいただけで、こうやって一緒にバンドしてくれる人がいるんで、なんか一人多いだけでも、なんか会場の雰囲気とかは違うと思うし、なんか見てくれる人が一人でもいるって思ったら、やる方もやろう、ちゃんと頑張ろうって思えると思うので、皆さん、なんか、ライブ見に行くっていう気持ちを大事にしてやってほしいと思います。私はあんまりいろいろ手伝うのも、なるべく行こうって思って行くようにしてたんですけど、なんかそれが力になっていたかどうかわかんないんで、なんか自己満足でしかなかったと思うんですけど、そういう自己満足のこう積み重ねが部のためになると思うし、今の現役の子たちはこうかかり分けをして、すごい上手にみんなで運営してるなと思うので、この雰囲気を大切に皆さんで仲良く頑張っていってください。はい、二人は本当にそんな、なんか何もさっきも楽しかったよありがとうってグループでも言えばいいのに、なんかちょっと恥ずかしいし気持ち悪いかなって思って言えないような、なんかこんな変なここな先輩とこんなに、なんか泣きながら一緒にライブしてくれてありがとうございました。楽しかったです。またお見せいただきよろしくお願いします。ありがとうございました。